こんにちは、ダンサーのゆきです。今日は久しぶりにゆめきに会いに行ってきます。一応ご飯行く約束をしてるんですけど、5月にゆめきの誕生日があったんで、会う前に誕生日プレゼントを買いに行ってからご飯でサプライズで渡したいと思います。なんかね、毎年毎年お揃いのものをお互い買い当てて、このネックレスとかもいぶきがゆめきの20歳とかにあげたやつかな。去年のいぶきの誕生日とかはディオールのピアスとかをゆめきがくれたりとか、毎年そんな感じでお互い好きでお互い似合いそうなものを2人お揃いでプレゼントしてるんで、今日もそういう感じでいぶきの好みで選んでゆめきにプレゼントしたいと思います。楽しみです。久しぶりに会うんで、コロナで半年以上かな会ってないんで、ほんまにほんまにめちゃめちゃ久しぶりに会うんで超楽しみです。そんな感じで今日はバッドクイーンの Vlog を撮っていきたいと思います。じゃあお楽しみに、バイバイ。買いました。10分で決めましたよ。キラキラのお揃いのピンクとゴールドの財布にしました。で、なんかめっちゃキラキラなんで、どっちがどっちの色にしようかとか、あのお揃いの色にしようかとかちょっと迷ったんですけど、でもまあ違う色にしてピンクとゴールドを選んで、ゆめきがゴールドでゆぶきがピンクにしようと思います。なんかゴールドの方がさ、金運アップしそうじゃない？という感じで、この中に、セカツ入ってます。その場で買ってその場で渡すスタイルです、私は。じゃあ今から、もうゆめきがいるみたいなんで、待ち合わせまであと5分ぐらいかな。行ってきたいと思います。ちこ、距離感わからん。じゃあ渡していきたいと思います。久しぶり。えらい黒マスクでいけてるやん。これやば。なんで？やば。すっげーいいけど、うん、汗バリたまる。こんなかやばい。マスクの中に。うん、久しぶり。半年ぶりぐらいじゃない？いや、そんな経ってないよ。だって足からやん。2月ちゃんあれ。そうや。数えてみんやん。どうやろ？もうや。久しぶり。話溜まっておりますよ、いいよ。アンチ来へん。アンチな。アンチちゃうからな。久しぶり。久しぶりです。お久しぶり。今は、ゆめきの梅田で、一押しとする韓国料理屋さん、に来ましたね。ソウルトゥーソウル。オッケー。行きました。で、なんか、韓国鍋みたいな。そう。今日は食べますね、一緒に。ソウル焼き。おい。ラーメン食べまーす。じゃあ今日は、ゆめきからサプライズがあります。何かというと、でかい。でかいって書いて。ちょっと待って。確認しないとあかん。ハッピーバースデー。だいぶ遅くなったけど。めっちゃありがとう。いいよ。その場で開ける系やからな、この人。何？はい。はい。じゃあ、なります。いや。行きたいと思います。めっちゃ YouTube バブるやん。見すぎ。見すぎ。え、何？開けてくれ。マジで、ありがとう。キラキラ。かわいいやろ。大好物やろ。ありがとう。やばい。ディオールのミニ財布。やばい。めっちゃ使いやすいね、その形。めっちゃかわいい。しかもサイズ感やばい。サイズ感いいよな。ちっちゃいバッグにも入るし。ありがとう。いえ、安定のいぶきも買った。うせやん。うん。やった。いぶきはちょっとピンク色みたいな感じやねんけど、なんかゴールドの方がさ、金アップしそうじゃない？そう。見えたらいいけどな。そこそこそこ。ありがとう。いいえ、全然。
そう、めっちゃうまそう。食べてみて。はい、食べます。はい、白滝それ、うん、すごく。はい、どうぞ。うん、うまい？うまい。辛い？うん、ちょうどいい。そう。うん、ゆめきも出たいだろうね。はい。久しぶりやわ、韓国料理。うん。いつもゆめきは韓国料理よな。ほんまに。いただきます。はい。うん。どうですか？めっちゃうまい。嘘、辛さは？甘辛。いけるよな。うん。こんな感じでいろんなものが入ってまーす。イブちゃんとゆめちゃんのでーす。えぐえぐ。ゆめちゃん。もらったよ。かわいい。ネックレスもあざらーいでーす。やったー。さっきのご飯めっちゃ食べてから、うん、爆食いしたよな。うん、めっちゃ食べた。韓国料理爆食いして、で、今はスタバに、はい、コーヒー飲んでます。キャンペーン。バイバーイ。このいびきは日本語やけど。Thank you、いただきました。英語ってことに喜んでる。かわいい。また。3日後？うん、3日後？うん、にも会うかもやな。行けたらいいな。久しぶりに会ってどうでしたか？まあいろんな話がありすぎてマジで2時間めちゃめちゃ濃かった。やばかったよな。爆発したよな。一瞬すぎる。うん、だからちょっと長かったね。長かったな。だってもうスタバも閉店の時間で、もうあと2分ぐらいでないとかな。そうです。ほんまに楽しかったな。うん、じゃあそんな感じで、これから2人の動画もいびきのチャンネルからどんどんアップしていきたいと思うので、何かやってほしいこととかリクエストがあればコメントの方に送ってください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまたね。Thank you.